皆さんこんにちは、バサジを置いたアリーナ MC の大野隆でございます。今シーズンもどうぞよろしくお願いいたします。さあということです、バサジートークバサトーク、よろしく。さあ今回集まっていただいた皆さんはこちらでございます。新加入の男たちということで、早速じゃあ皆さんフリップオープン、どうぞ。ザン、はい、お名前を書いていただいております。それでは自己紹介どうぞ。背番号9番、本石武弘です。はい、よろしくお願いします。元気ですか？元気です。はい、ありがとうございます。ご出身は？ご出身は熊本です。熊本ということで、さあ続きまして。はい、背番号8番、三浦優です。うん、いいですね。ご出身は？北海道です。お願いします。暑いでしょ、九州は。めちゃくちゃ暑いですね。はい、さあそして。はい、背番号5番、和田智です。はい、お願いします。ご出身は？兵庫県です。はあ、そうですか。和田選手兵庫県なの？そうなんです。そうですか。もう昨シーズンもね、バサジオイタを支えていただいて、いろいろやっぱ昨シーズンやっぱ振り返るとやんちゃしてましたね。してはないよ。そうですか。結構けなげに頑張ってました。いやいやいや、結構やっぱこう熱いプレーといいますか、ちょっとやっぱね、選手にこうグッていくそういったシーンもあったじゃないですか。はい、僕は好きでしたね。ありがとうございます。ゲストコメンテーターといたしましてこちらでございます、ニビア選手でございます。お願いします。先週に引き続きまして、はい、お願いします。まあ、今回ね、実はあのニビア選手からのリクエストがありまして、新加入の選手、まあ、若手の選手とちょっとやっぱこう交流も含めて、ちょっとトークしてみたいということでございますので、さあということで今回あのフリップ、ご用意させていただいておりますので、このフリップを使ってですね、ちょっとトークセッションということで、じゃあお名前消していただきまして、一つ目の質問いきましょう。こちら、ザン、正直絶対に負けたくない選手。おー、こちらを書いてみましょう。さあちなみに2秒選手は誰かいますか？負けたくない選手ですか？はい、負けたくない選手。いや、こいつだけにはバサジ大分の中でですよ。負けたくない選手、この選手には絶対負けたくない。全然面白くないですけど、あの全選手に負けたくないです。あー、全然面白くない。全然面白くない。全然面白くないです。面白くない。全然面白くないですね、これ。さあ言ってほしい、なんか、おそろ選手です。あ、おそろ選手。そう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 。おそろ選手、そうですね。まあまあまあ、そうですね。じゃあ、本石選手からいきましょうか。本石選手、こちら、ザン。野口選手です。お、野口選手。なぜ野口選手なんでしょうか。そうですね、同い年で、うん、同級生ということで、うん、まあ、彼より点を取って、彼より活躍してっていう、うん、うわー、そうですね。また彼はまたルックスもいいですからね。ちょっとシュッとしてて、はい、そこもちょっと負けたくない、うん、負けたくないと。いいじゃないですか。いいですよ。負けてないですよ。全然負けてないですよ。負けてない、負けてないです。いや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 、負けてないですよ。俺負けない。違うところで勝負できれば。いやー、絶対負けたくないと、はい、まあいいですよ。はい、さあ続きまして、じゃあ三浦選手。はい、こちら、あ、来ました。森村隆史。そうですね。うわ、なぜ？まあちょっと利き足とかは全然違うんですけど、うん、まあ、同じ荒野選手として、うんうんうん、まあその目標にしてる選手でもあるので。そうですか。まあ、ドリブルもあってシュートもある、うん、打開、個人で打開できる選手なので、うん、まあそこでちょっと負けたくないなっていう選手ですね。いやー、素晴らしいですね。はい、まさかちょっと森村選手の名前が上がってくるとちょっと思ってなかったので、これはちょっと意外ですね。どうですか？いや、めちゃくちゃ意外ですね。意外ですか？ね。はい。あ、森村隆史と。はい。ね、いいですね。まあ、あの先輩ですけども、3も何もつけてないっていう、ね。確かに。うん、野口選手、森村隆史っていう、ね。すいません、このままバレて。いや、いいんですよ。申し訳ない。いいんですよ、ライバルとしてね。さあ、それでは和田智、どうぞ。さあ、バカッチ。なんでや。なんでや。絶対パカッと。発音がめちゃくちゃいいですけど、なんでパカッと選手なんですか？ちゃんと、はい、理由がある。自分がピボで、うん、この選手が、フィクソなんで、うん、やっぱりこの人を背負えたら、うん、F リーグでも通用するっていう素晴らしい指標となる選手なんで。そういうことね。はい、そうですね。パカッとには負けたくない。負けたくないです。これ勝つためにはどういうふうにすればいいんですか、戦略としては。もうまずはもう抑える。背中で押さえる。背中で押さえる。ちょっと見せてもらっていいですか。ちょっとパカッと選手、ちょっと背中で押さえる感じを、ちょっと。ちょ、パカッ。何がいいんこれ。いや、絶対ちょっとしてほしい。何がいいんこれ。いいですよ。収まってた。いいです、収まってましたね。収まってました、ね。もう今見えましたもん、パカッと選手がちょっと困ってる顔が。さあ、いいですね。さあ、じゃあ皆さんまた消していただきまして。はい。続きましてのテーマはこちら。ザン、相性がいい選手。ね。
この選手とだったらちょっと上目指せるんじゃないかという選手をちょっと書いていただきましたね。それではどうぞ。ちなみに新谷選手は相性のいい選手どなたか。え、今ですか。今いや、やってないですよ。いやほら、今もそれはリハビリの先生が一番相性のいい先生かもしれませんけど、そういう意味じゃ本当トレーナーは本当相性いいですね。そうですか。あのすごいコミュニケーション取れてて。選手は誰か。選手ですか、今ですか。はい、相性いい。すごく相性やりやすいなってことですよね。うん、やっぱ遅い選手とかはすごいやりやすかったですね。あのそうですか、もう本当マッサージでもそうですし、うん、代表でもずっと長くやってたので確かに、ね、結構いろんなイメージを共有できてたっていうのがあります。さあということで和田友、まだ全然書いてませんね。ちょっと漢字が分からなくて。いや、いいんですよ。はい。ああ難しい選手ですからね、ちょっとね字がね。はい、ということで和田友選手、こちら今久礼空選手です。ああ今久礼選手はもうちょっと字が難しいですから、もう全然分からなかなか読めませんもんね今久礼。はい、あなんで相性がいい。これサテライトから一緒にやってて、うん、でやっぱキーパーとピボってすごい密接な関係だと思って、うん、はいはい、やっぱ息が合ってればもう誰からも経由せずにボールをさせるってことで、これは今付き合ってきた空選手を選びました。そうですか。やっぱ自分の中でまあ相性がいい、仲もいい。仲もいいですね。プライベートでも。プライベートで仲いいです。なんて呼んでるんですか。空嘘お前やね、父ちゃんだよ。いいですね。はいはいはい。さあ続いてミラ選手、こちら、はい、ザン。お、来ました。必ず、まあ名前がカタカナという ね名前がカタカナという、はい、あえてです。あえて、野口海人選手、はいはい、なぜですか。まあ、理由は、まあ、自分結構マイプレというかプレス行きたい選手なので、はい、まあ、それによくついてきてくれる選手かなっていうので、まあ、やってて相性がいいというか、まあ、嬉しいというかそんな感じですね。そうですか、はい。さあ続きましてお願いいたします。小鳥選手、ザッ。森村隆史選手。おお、人気ですね。森村選手なぜですか。僕はあのピボというポジションなので、森村選手は左利きで、パスもシュートもドリブルもあるので、やっぱり利き足、僕は左足の選手から受けるパスが、受けやすいので、やっぱりそこのホットラインっていうのはもっともっと気づいていきたいな。そうですか。実際これはその本人たちには伝えてることなの、こういうの。見てたら分かります、ね、でも。え、見てたら分かる。そうです。分かる。はい、僕はもう高橋さんと、もうずっとコミュニケーション取って、どのタイミングで欲しいとかどのタイミング出して欲しいっていう伝えてるんで。そうですか、はい。でもほらまだマサジに来てそんなに日にちも経ってないのに。そうですね。その中でももう森村選手とホットラインがつながってると、はい、と思います。そうですか。野口選手どうですか。そうですね、まあ見てたら分かると思います。見てたら分かる、はい、じゃあ当然野口選手に聞いた時には三浦選手の名前が上がってくる。まあそうですね、上がると思います。上がってくると、はい、まあ和田選手はどう、はい、そうですね、はい、僕は彼からは多分上がってはこない。上がってくる一方的な、はいはい、片思いで。片思いで、そうですか。さあということで、じゃあ最後の質問いきましょう。最後の質問はこちらでございます。俺のここを見てくれということでね、やっぱりこう、まあ、名前とそして背番号をやっぱ覚えてもらうためには、まあ、皆さんのプレースタイルもあると思いますけど、ね、こういったところを見せてほしい、見てほしい、で俺はここは絶対に他の人たちに負けないぞっていう、そういったところをちょっと書いていただけるといいですね。アピールのコツね。アピール、うん、なんかやっぱそのプロとしてね、はい、やっぱこうアピール、やっぱ最初の頃に比べてそのインタビューとかがね、すごくやっぱこうファンの心をつかむインタビューというかコメントをするようになったじゃないですか。いや、それはもうあれですよ、大野さんのレクチャーのおかげですよ。もう一回あれですよ、体育館で講習会あって、ね、うん、インタビュー講習ともしていただいて、それ以降ちょっと意識してます。素晴らしいですよ。必ずやっぱ家族愛と娘さんへの向けたメッセージ。今日も言ってていいですか。いや、いいですよ。みーちゃん大好きだよ。もうこれ言えてよかったです。素晴らしいですね。毎回やっぱね使わせてもらってます。いや、いいですよ。やっぱそういうところですか。いや、よかった。これみーちゃん多分すごい楽しみにしてる。みーちゃん楽しみにしてる。毎回バンバンマッサージ見てて。うわー、みーちゃんの一番好きなとこどんなとこでしょう。みーちゃんですか、もう可愛いっす。とにかく可愛いですね。本当可愛いんですよ。可愛い。はい。もう性格もそうですし、もうあとお肌とかもすごい気持ち。お肌。
こうやってほっぺたが気持ちいい。みーちゃんいくつになったの？みーちゃんあの7歳。7歳、はい、7歳になってもうほっぺたとか触られたらちょっともうパパやめてるみたいな。いやもうすぐ多分来るんですよね。なるよね。そういう風に、はい、なんで今のうちにちょっと触れるだけ触って。うわーそうですか。あとはもうパパ汚ねくせえって言われるのちょっと待つだけですねいつまで怪我してんだよみたいな。そうですね、はい、もう家いすぎだぞ気をつけます。さあということでじゃあ和田選手からお送りしていきましょう。和田選手こちらザン筋肉筋肉いいじゃないですか、はい、ねえ筋トレが好きなんですか？筋トレ大好きです。はー自分の中で一番好きな筋肉はどこですか？自分の中で一番好きなのは、うんまあ、二頭筋、あ、三頭筋ですね。あ、上腕二頭筋、三頭筋はいどこですか？ここですね。そうそうそう、あ、そうそう、ここのやっぱこう、クッとこの上がるね。そうそうそう、このやっぱここが難しいですから、はい、どういう筋トレされてるの？あのベンチプレスの体勢で、うん、細く持って、うん、こう何がいいいいですね。何がいい？いやいいですよ。素晴らしいですね。筋肉ということで、それでまあ筋肉の躍動をそうですね。ファンの皆さん見てもらいたいということで、はい、さあじゃあ三浦選手飛びまして元石選手ザッ、ね、ボールキープからのゴールにつながるプレー。真面目か。え？めちゃくちゃ真面目じゃないですか。どういったところを？そうですね。はい、僕はもうボールキープをして、うん、ボールキープして、攻撃の軸になるプレーが得意としているので、うんまあ、そういうところを見ていただきたいのと、うん、やっぱ自分で打開して反転してシュートだったり、うんカットにしてシュートしたったり、まあ、いろいろそうですか。バリエーションを持ってる方だと思うので。あ、バリエーション持ってると、はい、いやー、まあ、だからこそ日本代表ということですけど、ちなみに日本代表の先輩からしてどうですか、はい、プレーは。いや、あのプレーのバリエーション本当豊富だなと思って受けて、あの、うん、自分でもいけますし、うん、あの周りを使うこともできますし、うん、あの本当相手に的を絞らせないプレーができるなという感じですね。真面目なだけある。はい、九州男児ですね。そうですか、はい、いや非常に、まあ、丁寧な字でねきっちりとこう書いてくれておりますけど、はい、いや真面目ですよ。真面目ですね、非常に真面目ですね。いやなんかあのいい印象でですよ非常に真面目だなと。ただまあちょっと面白みがあるかどうかって言われるとせっかくなんで、さて実はここで野口海人選手が来てくれるということで、さあ野口選手ありがとうございます。ということで、いやまた今日も出荷してますねやっぱりね。さあということで野口選手に聞きたいのはですね、絶対に負けたくない選手。負けたくない選手、うん、負けたくない選手って言って早い、飲み込みが早い、もしかするとお三方の名前が入ってる可能性もあります。それではオープンどうぞ。ザン、うわニブヤタイプ、ニブヤタイプやっちゃった、やっちゃった、ありがとう、帰ったね、ありがとう、本当ありがとう、大分魂、大分魂、よし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 、さすが、本当、やっぱ生粋の大分魂が、そうですね、やっぱ大分っ子はこうなんですよ、そういうことですね、みんなにリスペクト持ってるんで、いいですよ、みんな敵です、そう、みんな敵です、じゃあ相性のいい選手、相性のいい選手、相性のいい選手、ね、さあそれではオープンお願いいたします、ザン、元石選手です。そうですか、はい、相性のいい選手、元石選手、はい、相棒です、俺の相棒、はい、ちょっと待ちなさいよ、元石選手、すみません、相性のいい選手、どなたでしたっけ、森村選手、森村選手って書いてましたね、はい、三浦選手、相性のいい選手、どなたでしたっけ。自分は、野口選手でした。野口選手、そういうふうに言われてますか。まあまあ、相性、うん、まあまあ相性のいい選手というか、あ、野口選手なんか書き換えてます。三浦です。よ、文字よ。文字よ。三浦だ、三浦ですっていう、その、そうですか。元石はもう一生困る。いやちょっと今回ちょっとチーム割れがちょっとそうですね、ね、勃発しそうなちょっとトークになってしまいましたけど、野口選手ありがとうございました。ありがとうございました、ね、ということでしました、ありがとうございました。さあ、途中でしたね。それでは、三浦選手オープン、ザン、もも前の筋肉もも前の筋肉がやっぱ素晴らしいですもんね。そうですね、ここを見てほしいですね、うん、ここを見てほしいということで、はい、きっとその相手エリアでの速いドリブルシュートが最初に書かれてたんじゃないかと私推測してますけども。いや、そんなことないですよね。もも前の筋肉が一番最初だった、そういうことです。うわー、
いいですね、もも前の筋肉。ちょっとやっぱ和田選手のこう筋肉かぶりがありますけど、はい、和田選手どちらでしたっけ。僕三頭筋。三頭筋どこでしたっけ。僕三頭筋。僕三頭筋で三浦選手はもも前。あれいやどうですか、本選手このお二方見て。そうですね、うん、日本代表なれそうですか。なれると思います。なれると思う。そうです、お墨付きでございますけど。さあ、あのチームをまとめるキャプテンとしては、はい、そうですね、あれですね、うん、ベテランと若手、うん、ちょっと全然色が違うなって思いました。全然違いますね、色はね。なんか若手、ちょっとやっぱ体張るというか、まあ、筋肉ネタとかもそうですけど。いやいや、まあでもそうですね。あもうベテランの3人なんか一つも立ち上がりもしませんから。喋るだけでしょ。喋るだけ盛り上げると。ちょっと全然色が違う。いやこれでもどういうふうにまとめていきますか。うん、やっぱそうですね、ベテランの落ち着きと、そうね、はい、うん、若手のわちゃわちゃ感で書きましたなと思います。和田選手どうですか、その馬刺しを置いたそのベテランの選手と、まあ、若手の選手っていうのはなんかこう関係性としてはどうなんですか。関係性は、うん、そうですね、良くないですね、これ。これ良くないですか。あんまり良くない感じですね。良くないですね。本当にいいことを教えてもらってる感がまだ強くて、うん、まだ自分が対等にいけてないんで、うん、そこを対等にしていいチームにしたいなっていう気持ちがすごい。あ、そういうことね、上に上がっていきたいと。まだ教えてもらってますね。そうですか、三浦選手どうですか。そうですね、まあ関係性というか、まあ、良くないですね。良くないですね。シドロモドルですね。ちょっと、まあ、どうですか、まあ、悪くもでもそれがあのプロの世界だと思うんで、そのなんていうんですかね、まあ、いい意味でのライバル感、そういい意味で の, そのバチバチ感というか。北海道とやっぱ全然違うタイプは。全然違いますね。北海道にも、まあ、あったんですけど、まあ、みんな北海道出身ということで、うん、北海道出身の方々で、はい、あなんでそこの色は全然違うなっていうのは正直ありますね。そうですね、はい、じゃあそこをまたちょっとこう、まあ、馴染めてまだない部分もあるとで、まあ慣れてきているのかなっていうのはあります。これからね、はい、これからありました。さあ本石選手はどうですか。そうですね、まだ、まあ、僕もチームに合流してそんなに経ってないので、うん、まあ、全部を知れてるわけじゃないですけど、うん、まあ、これからどんどんいい方向に向かっていくと思ってますし、うん、まあ、僕が実際、まあ、あるでしょ、なんか俺は日本代表だぞみたいな、まだ違うじゃないですか。いやいや、ないですね。あるでしょ。いや、そこはもう全然ないので、うん、やっぱ、まあ、森村ニブヤだけだぞみたいな俺と話せるのはみたいな。いやいや、そんなことないですよ。はい、僕もなんかこう自分の意見を結構言ったりするので、うん、やっぱそういうのを、まあ、もっとみんなその出し合って、うん、あのいい関係性をもっともっと作っていけれるな、いけたらいいなと思って。コミュニケーションは、はい、はどうですか、使ってみて。そうですね、まあ、特に3選手は新加入なので、うん、まだいろいろ、ね、あのバッサージのやり方だったり環境、うん、雰囲気っていうのが、まあ、これから慣れる、うんかなっていうふうに思いますし、まあ、今後より良くなっていってくれたらいいなっていうふうに思います。そうですね。さあということで、トークセッションやってまいりましたけどもね、まあ、あの開幕直前ということでございますから、ファンの皆さんにメッセージ一言ずついただきたいなというふうに思います。さあそれでは日本代表、ね、本石選手からいきましょうか。ファンの皆さん一言お願いします。これをご覧になっているファンの皆さん、6月26日にはホーム開幕戦があるので、それぜひ足を運んでいただいて、僕たちのプレーする姿、そして勝利をみんなで分かち合っていけたらいいなと思ってます、うん、ぜひ会場でテレビで応援よろしくお願いします、うん、長いな長いな、うん、長いかな、長いですか、うん、ちょっともうギュッとしたギュッとした熊本弁でいこうか。じゃあ熊本弁、うん、ギュッとした熊本弁でいこうじゃあちょっと、僕たちの無邪気な姿は見せるけん見に来てね。オーガニーいいじゃないですか。さあということで、もうこの流れも多分分かってると思います。そうですね、じゃあ三浦選手北海道で、はい、北海道弁っていうのもある。北海道土産語弁なんです。土産語弁。土産語弁で、ね、じゃあちょっと開幕、はい、お願いいたします。なまら強いバサジー多いと見に来てください。よろしくお願いします。なまらいいですよ、いいですね。いや、そうですね、なまら強いでいいと思います。あんまないっす、うん、そうね、あんまりね、ダベとかはありますけど、うん、なんか違う使い方なんで。あ、そうです、まあ、会話で出るけどな。そうそうそう、うん、さあ、そういうことで和田選手はもう大分いますからね。はい、そうですね、もう今しっかり考えてたしっかり考えて、今日、何、関西弁に行く。はい、大分に住んでるんで。あ、大分でいいです、だいぶ長いんで。あ、そうです、はい、じゃあもう、はい、和田選手、それではお願いいたします。
熱いプレーで会場で一緒に熱い思いしましょう。大分で待ってんで。待ってんで。どういうことですか。大分で待ってんで。大分で待ってんで。誰に向けて言ってるの。今日の友達と待ってんで。大分だし。会場で待ってんでや。大分だ。いや、いいです。いいですか、和田選手。今ね。もう全然。大丈夫、大丈夫。もう一回やり直してください。もう一回やりましょう。筋肉も入れて、筋肉も入れてやりましょう。和田選手、それでは締めていただきましょう。どうぞ。熱いプレーをするので、一緒に会場で熱い思いしましょう。大分で会場で待ってんで。ありがとう。いやいいですいいです。さあということで開幕戦がね、もう本当に控えております。大分ホーム開幕戦にもぜひ皆さん来ていただきたいと思います。今日は皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。